は、1961年に初演された、前三幕のバレエ作品である。台本は、トルコ出身の詩人で、共産主義者としても知られるナーズムヒクメットの同名人曲に題材を取り、音楽は、アゼルバイジャン出身の作曲家アリフ・メリコフ、振り付けは、ユーリー・グリゴロー・ビチによる、女王メフメネバヌーとその妹シリン、宮廷画家のフェルハドの男女三人による愛と義務との、 間の葛藤、そして献身と自己犠牲の物語である。グリゴロービチは当時のソビートバレーにありがちだったマイム太陽による平凡な表現を避け、踊りによって物語を展開することを試みている。人間の精神と意志の力を称えた。この作品はグリゴロービチの代表作の一つとして評価され、とりわけ東欧諸国で頻繁に上演されている。 ナーズムヒクメットはトルコの名家の生まれであるが、1920年代にモスクワに留学して、東方勤労者共産大学に学んだ。帰国後は共産党員として活動し、演劇活動も行っていたが、1938年に反政府活動容疑で逮捕されて28年の刑を課せられた。ナーズムの釈放を求める動きはトルコ国内だけではなく、 アメリカやソビエト連邦にも広がり、1950年7月に釈放されて、翌年にはソビエト連邦に亡命している。愛の伝説は、古い伝説を元にして東国中に執筆されたもので、女王メフメネバヌーとその妹シリン、宮廷型のフェルハドの男女3人の愛憎と、鉄の山に水をせき止められた民衆の苦しみが、重なり合い、やがてフェルハドは、事故を犠牲にして、 民衆のために献身することを誓う物語である。音楽は、アゼルバイジャン出身の作曲家アリフ・メリコフが手掛けた。メリコフは1933年に、バクーで生まれ、アゼルバイジャン音楽院でからカラー F の指導を受けて、作曲を学んだ。愛の伝説な他にも、二人などのバレエ音楽や映画音楽なども手掛けている。当時、キーロフバレエ団に所属していたグリゴロービチは、 セルゲイプロコフィエフの石の花の新演出の成功により、新進振付絵として注目されるようになっていた。石の花に続く作品が愛の伝説に決まると、グリゴロービチはマイムに頼らず踊りによって物語を展開することを試みてこの作品に取り組んだ。彼の振付ける作品では、軍部はソリストと共に登場してその分身となり、時にはソリストの心情を代弁して、 物語の進行を担う役割を負うなど、ソリストと同等かそれ以上の役割を果たすことが、しばしば見られる。軍部の一グループが退場すると、すぐに次のグループが登場して、踊りを繋ぎ、連続して繰り広げられる、様々な踊りの印象が物語を浮かび上がらせてゆく。手法は、第二幕のシリンとフェルハドの逃避業とそれに続く、ネフメネバヌーによる追跡と捕獲の場面などで、 効果的に使われた。愛の伝説の初演は、デニングラードのキーロフバレエ団によって1961年3月23日に行われた。主役のシリンに、イリーナ・コルパコア、女王・メフメネバヌーには、オリガ・モイ・セイエは、二人の姉妹に愛される、宮廷画家フェルハドに、アレクサンドル・グリボフを配し好評を得て、翌年には、ノボシビルスクで再演された。 1963年には作曲家メリコフの故郷、バクー。1964年にはチェコスロバキアのプラハでも上演され、いずれもグリゴロービチが振り付けと演出を担当した。1964年にグリゴロービチはボリショイバレー団に移籍し、1965年4月15日にこの作品を再演した。配役はシリンにナタリア・ベスメルトノはネフメネバヌーに、 マイアプリセツカや、フェルハドは、マリス・リエパが主演し、こちらも好評を博し、ボリショイバレー団のレパートリーとして定着している。メフメネバヌー、東方の国を治める女王。シリン、女王メフメネバヌーの妹。重病に苦しんでいたが、メフメネバヌーの犠牲によって、病は癒える。フェルハド、宮廷画家。シリンとメフメネバヌーの双方から愛される。見知らぬ男。 宝狼の宅発像。シリンの重病を治すことができる唯一の人物。女王メフメネバヌーの宮殿は妹シリンが病で死の床に伏しているために重苦しい空気に包まれている。そこへ一人の見知らぬ男が現れる。宝狼の宅発像と名乗るその男はシリンの重病を癒す術を知っているという。メフメネバヌーは見知らぬ男に 大量の金銀財宝や王いすら譲っても良いと申し出るが、男は、あなたの美貌を犠牲にせねばならないと宣告する。メフメネバヌーはその厳しい条件を受け入れ、シリンの重病は言える。そして、メフメネバヌーは、鏡に向かい、己の変貌に愕然とする。宮廷画家のフェルハドは、出来上がったばかりの宮殿の彩色を仲間と共に、言っている。メフメネバヌーとシリンは、 大臣や帝臣たちを引き連れてその場を通りかかる。姉妹は共にフェルハドに心を惹かれるが、一度は立ち去ってゆく。しばらくしてシリンのみがフェルハドの元に戻ってくる。フェルハドもシリンに心を惹かれ、二人は恋に落ちる。メフメネバヌーはフェルハドへの恋に思い悩む。ド家たちチ踊り子たちも彼女を楽しませることはできず、彼女の心からフェルハドの存在は消えない。 実質で、シリンがフェルハドのことを思っていると、まさにそこへ、フェルハド自身が現れる。彼の手引きで二人は、宮殿から駆け落ちをくわ立てる。しかしこのくわ立てはすぐに露見し、報告を受けたメフメネバヌーは激怒して二人の捕獲を命じる。シリンとフェルハドは、追っ手に捕獲され、メフメネバヌーの前に引き出される。メフメネバヌーは二人に激しい怒りを抱きながらも、 国境にそびえ立つ鉄の山を切り開いて水路を完成させたならば二人の仲を許すと命令する。フェルハドはその命令を受け入れ鉄の山へと向かって旅立つ。鉄の山のせいで民衆は水不足に苦しんでいる。日ごとに水は枯れてゆくが彼らには打つ手がなくただ滅亡が近づくのを待つだけである。フェルハドは ただ一人で鉄の山の山中にこもっている。彼の心には水路を切り開く無双とともに、シリンの面影が繰り返し立ち現れる。メフメネバヌーは両親の葛釈に苛まれている。それでも彼女は自分が赤実の美貌を取り戻し、フェルハドと愛し合う日々を無双する。そこへシリンが現れ、メフメネバヌーの無双は中断される。シリンは フェルハドを許して欲しいと哀願し、二人は鉄の山に向かうことになる。フェルハドは熱心に鉄の山での混乱と戦っている。そこへメフメネバヌーとシリンが大勢の従者を引き連れて現れる。メフメネバヌーはフェルハドの罪を許し、シリンとの仲を認めると告げる。しかし、フェルハドは民衆の願いと期待を裏切ることができなくなっていた。彼はシリンに 永遠の別れを告げて、民衆の幸せのために、鉄の山にとどまることを選ぶ。a b c d e f g h i j k l m n opqr のザキ、百六から百七ページ。abcdefghijklnn、大子倉、六ページ。abcdefghij、OK、オックスフォード・バレーダンス辞典十ページ。赤尾、二百六十八ページ。 AB アカを266ページ。AB アカを271ページ。愛の伝説、岩田森弘オフィシャルブログ、2012年11月3日、閲覧。ありがとうございます。